僕の心を込めて光が導く方へ抱きしめながら想いを包んでいく。サイラジオ、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 サイラジオ。恥ずかしいけどパーソナリティ頑張ります。皆さんこんにちは、テレビアニメシャイシャイもみじ山てる役の下地しのです。皆さんこんにちは、小石川いこ役の遠山奈緒です。この番組はテレビアニメシャイ第2期の最新情報や魅力をお伝え していく公式ラジオです。あ、本当に噛んでる。ーオープニング噛みがちで。そうなんですよね。皆さん聞き返さないでください。可愛いよ、はい、アニメは昨日第23話が放送されました。はーい、おー、よかったって、この一言で許されますか？いやもうなんか見たらさ、うん、伝わるっていうか。ありがとうございます。もうなんか、うん、しのちゃん本当に頑張ったね。いやそんなそんな、やっぱこう、まあ頑張ってないですよと言わないですけど、うん、でもやっぱそのまた、まあそうだな、こうね、みんなのこう掛け合い、みんなでの掛け合いがあるから、うん、こう重ねていったものがこうあそこで出るっていう感じだと思うので、なんか最終的なセリフは私が言ってるかもしれないですけど、やっぱこうみんなの力だよなって思いますね。うん、うん、その言葉も素敵。恥ずかしいな。私さ、ほらやっぱこの戦いにおいては見守る人だからさ、一番こう視聴者のみんなとも目線近いじゃん、うん、だからなんかシャイが今回リーダーになって、うん、みんなの思いを背負って引っ張ってってくれる姿を見て、うん、なんかまさにしのちゃんがそれをリアルでもやっている姿を見て、なんか20にも30にもね、やっぱりそのエネルギーをもらうのよね、この出来上がった映像からさ。だからありがとう、みんなの思いを代弁する私。それで言うとやっぱ、まあ、さっきの言葉とも重なるところもあるんですけど、その前回うつろにシャイが言葉をかけるシーンで、うん、そのやっぱイコちゃんを助けられなかったシーンがこうインサートでこう出てくるんですけど、うん、ずっとシャイテルちゃんの心の中にはあの事故のことがあるんだなっていうのは私も改めて感じたし、だからまあイコちゃんとしては見守る側、そのセリフを喋るとか実際に戦ってないっていうところで言うと見守ってる側だったかもしれないですけど、シャイとはずっと一緒にいたわけなので、うんうん、へへへへ、そばにいるよ、イエーイイエーイ。まあそばにいるようではなかったんですけど、エンディングは、エンディングはね、そう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 、びっくりした、そうそうそう、突然あの拒絶されたかと思った。ちょっと日本語が怪しい時が私はなんですけど、いや今回のエンディング多分みんな、うん、ってそうなったよね、多分びっくりしたと思う。そう、愛ちゃんのね、あの、うん、ソロの歌唱のキャラクターソングは以前あったんですけど、うん、あのフルサイズじゃなかったんですよ ね配信されてるのが、はい、みんななんでだろうって思ってたかな。どうですか、すんなり受け止めちゃってたかもしれないけど、うん、実はこのファンコーラス、ワンコーラス、うんうんうん、なことに意味があったんですよ。すごいですね、こういう仕掛けとかが綿密に計算されているんですよ。大好きこういうの、うん、そう、このピースがハマった瞬間のこの鳥肌、そう感すごい大好き、ね、そういうことだったのか、そう、二人で一つ、もう噛み締めるように聴いてしまいましたね、本当に。曲自体もめちゃくちゃ素敵な、うん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 、なんか大人な和風なバラードでね、うん、素敵、月かがりですよね、うん、はい、いやね、これに関してのお話もね、ちょっと告知ブロックでもするので、はい、ぜひ聞いてください。はい、お願いします。というわけでもう次回第24話最終回でございます。はい、どうぞお楽しみに。それでは参りましょう。
今週も最後までお付き合いよろしくお願いします。この番組はテレビアニメシャイ制作委員会の提供でお送りします。シャイラジオ、恥ずかしいけどパーソナリティ頑張ります。まずはこちらのコーナーに参りましょう。恥ずかしがり屋のお便り、おっす、リスナーの皆さんから送られてくる普通のお便りの質問部分が隠されているので、私たちはどんな質問が書かれているのかを予想してトークを進めるというクイズ型普通おたコーナーです。おっす。さあ今回は当てられるのでしょうかと台本に書いてあります。今日さ、うん、ブースの中にいらっしゃるスタッフさんがね、うんうんうん、代打のスタッフさん来てくださってるんですけど、うん、さっき一緒に打ち合わせしてたら、うん、このコーナーは普段よく当たるんですかっていう聞いてね、ま、うん、っすぐなピュアなね、うん、質問してくださって二人でうおーぐさっあっあいたた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 すいません今日は勝ちます戦いだっていう、ね、そう仁義なき戦いなんですよこれは。そうなんですよ。いや今日は勝ちますんで、よし紹介していきましょう。行こう。ペンネーム斬新斉藤さんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。行きます。おっす。先日夏祭りに参加した時に、うん、顔に日焼け止めを塗り忘れて、うん、鼻だけが焼け赤鼻のトナカイみたいになってしまい後悔してます、うん、終わりです。おっとヒントが少ない。ありすぎてもどれにどれがフックだろうってなるし、これは夏が好きですか冬が好きですかみたいな。そうかな。なんかでも要素としては夏祭りか、はい、日焼け止めか、はいはい、後悔かがフックかなって思いました。なるほど。お二人はちゃんと日焼け止めしてますか。そうとか、うん、夏祭り行きましたかとか。ある、それもある。あとなんかこう今年の夏後悔したことはありますかとか。うまい。どれですかね。考えすぎ私。でも今年の夏後悔したことありますかは一番なんかありそうな気がする。みんなうんとは言わないんですよねスタッフさん。うんって言うとそう違ったじゃんって言う。うんっていたじゃないですか。そう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 。どう、でもまあ確かに、でも確かに夏祭りと赤鼻のトナカイ、うん、確かに冬の要素入ってくるのか。これ斬新斉藤さん多分ねわざとこういう書き方してると思う。惑わせてきてるな。そう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 。うまいな。どうします。私はやっぱりこの夏、うん、後悔したことありますかっていうしのちゃんの質問はすごいうまいなって思ったし、うんうんうん、あとはまあその自分でも言ってたけど、うん、二人はちゃんと日焼け止めしてますかみたいなのもナチュラルではあるかなと。確かにどっちかかな。決めらんないっすね。二つダメですかね。ダメですね。ちなみに、うん、そのこれは決めたわけじゃないんですけど、うん、普通に今年の夏後悔したことあります。あるかなしかで言うと。これがもしトークテーマになった場合なんかあります。今年あんまりお出かけができなかったから、なんかその夏ってさ本当にいろんなところでイベントごとやってるじゃない、うんうんうん、なんとかフェスとかさ、うんうん、だからそういうのにあんまり行けなかったからそれ行きたかったなっていうのはある。なるほど。じゃあこのトークテーマにしますか。おおおお、あるならそっちにしますか。しのちゃんは。あーそうですね、まあ、それこそお祭り行きたかったなみたいなのはあるかもしれないですね、うん、確かにお祭りってなかなかね、うん、そもそもあんまりないじゃないというか、うん、大きい花火大会みたいなのとかも含めるとありますけど、なんかこうそこまで人混みじゃなくていいんだよなというか、はいはい、もっとこう町内会ぐらいの、はいはい、
こう、いい意味でこうアットホームなお祭りみたいなのに憧れるというか、そういうのに行きたかったなと思いましたね。なんかさ、お祭りってさ、あ、今日お祭りなんだとかさ、あ、昨日お祭りあったんだっていうのは知れるんだけど、なんかあの1ヶ月向こうにお祭りがあるんだっていう情報が私上手にキャッチできないんだけど、なんかどうやってみんなお祭りの情報を手に入れてるの？夏祭りスペース都内とか情報は自分で取りに行かないといけないのか、なんかこうチラシとか貼ってあんのかなとかって思って、うちはさ仕事でいろんなとこ行くじゃん、だからこうなんかお祭りとかあんのかなとかってキョロキョロしたりとかするんだけど、意外とチラシ見つけられなくて。そうですね、そっか、そんなアナログなやつじゃなくてデジタルに情報を取りに行くそうなんですかね、のか。結構今年の夏浴衣着てる女の子電車とかでよく見かけたなって思うんですよ。見たなんかワンピース型の浴衣とか流行っててね、着やすいみたいな ね、だから結構本当はいろんなとこであるんでしょうね、気がついてないだけで。来年行きたい。そうですね、リベンジするしましょう。てなわけで、そんなこんなでなこなで行きます。おっす。鼻だけが焼け、赤鼻のトナカイみたいになってしまい後悔してます、お二人は忘れたことやもので後悔したことありますか？間髪入れない、残念 BGM が流れました。あ、そういうことか。夏じゃないのか。後悔はあってたから、まあ、途中点はもらえそうだけど、三角だけど自分がやり忘れたことでってことか。なるほどな。忘れたもの、忘れたことやもの、それはありますか？あ、この前すっごい恥ずかしいんですけど、洗濯機回して干すの忘れてお仕事行っちゃっ、いましたね。そうなると、洗濯機の中で、シワシワになって乾いちゃうってこと？あ、そうですそうです。しかもまあ完全には乾かないんで、へへって感じだったんで、へえ、まあ、もう一回洗濯機ゼロからやって、そうなんだ。夜な夜な泣きながら干す、泣いてないですけど気持ち的にはあ、干していれば別にこんなもう環境に悪いことも時間のロスもなかったのにと思いながら。なるほどね。洗濯物干しました。もう一つ、いけた、やったよし、行きます。行きましょう。ムーリンさんからいただきました。ありがとうございます。私はインドアなキャラクター、略して陰キャなので、運動したいなと思ってもなかなかジムに通えずにいました。はい、なので昨年思い切ってフィットネスバイク、ベンチ、チューブ、ダンベル、背筋バー、腹筋ローラーを買って、インドアで運動しています。すごい。少しずつではありますが体力もついてきたような気もしますし、本当に買ってよかったなと思います。人目を気にせずアニメを見ながら運動できるので、確かにインドアなキャラクター、略して陰キャ仲間には結構おすすめです。すごい、なんかもう全然ここまででも十分話が私たち広げたいものばっかりなのにねえ、質問があるのか。だから結構すごい、なんか買うこともだし、その置くスペース的にも、背筋バーとかってすごくない？多分、結構ね、大きいね。ねえ、しかも続けられてるっていうのも素晴らしいなと思いました。すごいよね。年だったら一瞬で物干し竿になる。いや、そうなんですよね。いや本当に偉いよね。それこそなんかアニメ見ながらとかだと、ちょうどまあ24分ぐらい、確かにこれをやってればなんか24分ぐらいだって、なんか目安が分かりやすいのもいいですね。確かに。ここから続く質問ってなんだろう。インドアにおすすめ、買ってよかったなって思うインドアアイテムありますかみたいな。でもなんかここから読み取れるのってそのぐらいじゃないですか、ストレートに。それにしましょう。
行くか。それじゃないですか。うんうんうん、でもそれで言うと、うん、私スイッチ、ゲーム機の、はい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 、うん、あれをかなり遅ればせながらなんだけど購入しまして、おでフィットボクシングをやって家でも鍛えたりしてるんだけど、うん、あれなかなかインドアアイテムとしてはいいなと思いましたね。どうですか。ちゃんと筋肉痛になる。へー。前回さ、パスコーダさんゲストに来てくださってさ、うんうん、ジム行くのと日常生活するのと踊るのとでは筋肉がなんか違うみたいな話あったと思うんだけど、うん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 、私もそれすごく感じてて、うん、ジム行ってるし、うん、踊ってもいるんだけど、うんうん、シュッ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 ってこうパンチよ、うんうん、フィットボクシングで繰り出すパンチ、はい、わね、また全然違う筋肉みたいで、うんうんうん、すっごい筋肉痛になる。実は私も持ってるんですけど、うん、お全然触ってなくて。あったわ。そんなに筋肉痛になるんですか。おすすめだよ。本当ですか。うん、だからなんか、うん、キリはないんだけど、ジムとダンスと日常生活とフィットボクシングと、うんうんうん、であとなんか最近こう始球式のお仕事とかもちょっとあって、はい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 、投げる練習とかもしてるんだけど、うん、なんかそういうのって全部もう体が常に筋肉痛になっていて、うんうん、なんか用途が違うとやっぱり筋肉って無数にあるじゃない、うんね、だからくまなく使ってくっていうのが健康への一歩なのかなみたいな気がしていて、うん、そうだからね、ちょこちょこなんか忘れた頃にやるでもいいし、うんうんうん、なんかお家にそういうの一個持っとくだけですごい役立ちアイテムなのかなって思ったりはした。なるほどです。うん、私はこの話を聞いてる最中も何にも思い浮かばなくてだ結構インドアキャラじゃない。そうなんですけど、うん、なんかインドアだからというかインドア派の人にじゃおすすめのもの私が知りたいぐらいって思いました。お家で何して遊んでるの。寝てるんですよ。ずっと寝てて、うん、特にこうアイテムを使うようなこともせず。枕にこだわりありますとか。ない。ないんです。じゃあありません。すいません、ありません。教えてください。素直でいいと思います。ありがとうございます。でははい、お便りをオープンしていきますよ。お願いします。でれん、お二人は自分が取り組んでいることで誰かにおすすめしたいことはありますか。ダメか。ダメか。ちょっと待って。そうか。なんか今日すっごい三角、うん、そうだよね、うん、おすすめしたいことはありますかは合ってたもんね。うん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 、おすすめ方面は合ってた。取り組んでることで、だからインドアじゃなくてよかったんだ。うん、インドアじゃなくてよかったらしのちゃんはなんかある。おすすめ、私すごく肩こり持ってるんですけど、おうおう、最近低周波治療器買って、うん、なんか何日かに1回とかやるんですけど、うん、結構なんかこう楽になるなって思いました。あ、すごい、うん、いいね。はい。それじゃ、それでも大丈夫ですか。大丈夫です、もちろん。もちろんです。なんか全然面白くないけど。いや、すごい実用的なお話をありがとうございます。うん、なんか本当に効くのかなみたいにちょっと思ってた時期あったんですけど。あれってさ、ピックンピックンってなるの。なります、なります。じゃあなんか飽きてるなってなるもんね。うん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 、うんうん、たまにさ、何もこう実感はないんだけど、流れてますよっていうやつもあるからさ、はいはいはい、ね、どっちがいいのかなとかって悩んだりとかすると思うんだけど。確かに、ね、でも私がもうね持ってるのはもう動くやつなので、うん、その動かないやつとなんか確かに比べたらどんな感じなのかちょっと気になるところですけど。私両方使ったことある。うん、お、うん、どうです。やっぱりなんか実感ちょっと欲しいタイプかなって思った。
うんうん、動いてる方がやってるかも、まあ出るっちゃ出ますもんね。ね、うん、そうそう、私結構あのプラシーボもある人なので、はい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 、なんかこう聞いているのか聞いた気分になっているのか、これはちょっと判断できないなって思ったりして、うん、なんかピクンピクンある方がなんかよりプラシーボも得られる気がして、うんうんうん、そういいかなって思った。じゃあ私はこのまま低周波治療器を使っていきますね。我々結構ね同じ姿勢でずっとおしゃべりすることも多いから、うん、うん、いいかもね。はい、はい、ということで、いまいちこう当てられないですけれども、悔しいね、悔しいですけれども、まあ、うん、まあ私たちに挑戦したい人はメール送ってきてくださいなんか上から見て超本当下からのはずなのではい、ということで以上恥ずかしがり屋のお便りでした。シャイラジオ、恥ずかしいけどパーソナリティ頑張ります。なんでもヒーロー。皆さんが誰かを救った、何かに貢献したことなどの話を、私は〇〇のヒーローですという形で募集しています。ではご紹介していきましょう。お願いします。りょんりょんさんからいただきました。ありがとうございます。僕はクレーム対応のヒーローです。うん、職場でクレームがかかってくると変わってほしいと言われることが多く、うん、とにかくひたすら謝ったり1時間くらい話を聞いています。最終的には相手の気持ちを落ち着かせて電話を切ってもらいます。正直嫌な気持ちにはなりますが、職場の人が感謝してくれるのでなんとか頑張っています。はにゃー、大変なお仕事だ。もう言葉にならないね、辛労は計り知れない、うん、本当に、クレーム対応でもこれは、うんうん、その本当は別のお仕事があってで、うんうんうん、あるけど何かクレームがあった時にはやってくれるってこと？りょんりょんさんが対応することが多いって感じなんですかね。ってことか。うーん、じゃあ本当は本当にやるお仕事があるのに、うんうんうん、偉すぎる。いやー、なんか本当に絶対そのなんだろうな、心に少なからず負担はかかると思うので、うん、なんかどこかで発散してほしいって気持ちになりますね。いや、もう思いっきり発散してほしいですね。何でもいいからこうたくさんアニメ見るとかカラオケ行こうとか大きな声出そう、そう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 、ね、バッティングセンター行くとかね。確かにヒーローだけどなんか息抜きしてほしい。いやー、我々ね、うん、クレーム対応することはなかなかない職業だからね、はいはいはい、なんか本当にこう今思って想像して思いを馳せているけれども、うんうん、なんか想像以上にきっと大変なんだろうなって思うし、いやー、これはでもね、職場の人が感謝してくれるので頑張れてるっていう、またなんて優しいんだろうっていう、ね、うん、優しいですよね、本当に優しい。とにかくひたすら謝ったり1時間くらい話を聞いています。すごい支えたい、うんうん、なんかありがとうございます、りょんりょんさんね、うん、私たちの作るエンタメがりょんりょんさんの何か力になることができたら、うんうん、もうすごい何よりだなって思うし、もうりょんりょんさんは幸せになってほしい、うん、うん、ちゃんと発散する場所ね、うん、いっぱい見つけてね、うん、うん、頑張ってね、はいはい、ということでここまでです。はい、以上なんでもヒーローでした。シャイラジオ、恥ずかしいけどパーソナリティ頑張ります。みんなのシャイ、かわいい恥ずかしいかわいい恥ずかしい、リスナーの皆さんが恥ずかしいと思うことを共有するコーナーです。はい、ではみんなのシャイを紹介していきましょう。お願いします。ヤスさんです。ありがとうございます。駅の階段を登っている時によくあるのですが、うん、踏み外して転びかける時がすごく恥ずかしいです。
うん、内心はヒヤヒヤした気持ちと恥ずかしい気持ちがごちゃ混ぜになっているのですが、スンとして何事もなかったかのように振る舞ってしまいます。どう恥ずかしさをごまかしたらいいのか未だに分かっていません。めっちゃ分かります。あるあるだよね、うん、登っている時、私降りてる時の方が多いかも。私も降りてる時が多いかもしれないです、うんうんうん、私なんか前にリュック抱えて歩いたりとかすることも多くて、電車とかだと前に抱えたりもするんで、 そのまま階段降りちゃいみたいな、人混みだからと、足元見えないじゃんね。いやそうなんですよね。あ、ミスったっていつも思いながら、うん、だけど私これは、ま、恥ずかしいのには変わりないんですけど、うん、結構いろんなこういろんな人がこういうお話される印象があって、うん、こう階段とかちょっと転んじゃったりとか滑っちゃったりして恥ずかしいみたいな、うん、だからみんなこう同じ思いを持って転んでるんだなと思ったら、うんうん、なんか恥ずかしいけど、まあ、みんな一緒だよなっていう気持ちになって、うんうん、終わってまうにしてます。絶対誰しもあるしね、うんうん、だしなんかそのコケってなっちゃった人見てさ、うん、やーいやーいって思ってる人も いなくない、うん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 、絶対ないよね、大丈夫かなとかさ、うん、多分なるもんね、うん、なんかこう私はもう恥ずかしすぎて何事もなかったかのように私もなんか歩いていくんですけど、うんうん、もし他にそういう方がいたらわかるわかるって言って見てます、うん、いやいやいとはなんないです。ならないよね、うん、でもさ逆にさ、うん、結構さ派手にさハワチャチャチャってなってたのにさ、うん、スンってなってたらさ、その人切り替えが、うん、なんだろう、ちょっとすごいみたいな、あちょ面白いみたいな感じには、うん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 、ちゃんとおーみたいな、今切り替わった瞬間を見てしまったみたいな風にはうんうん、うん、気づいたりはする。確かに確かに、うん、それでなんかさやいやいとかならないけど、うん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 、あすんってなったみたいな、私たちからすると結構そういうなんだろうな、そういう切り替えあったりとかする場面見るのってこうなんかお芝居の観点ででも見ちゃいますよね。あそうだね、うん、あこういう風に切り替わるのか、うんうんうんみたいなね、うんうん、勉強になるなみたいなね感じだったりしますね。そうそう、うん、私なんかそこまで切り替えられない人だから、うんうんうん、あれわっちゃ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 ってなったら、うん、しばらくはねわっちゃ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 わっちゃわっちゃ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 みたいな感じで余韻がしばらくわっちゃわちゃの余韻があって、うんうんうん、ちょっと足の様子確かめたりとか、うん、ちょわっちゃっちゃっちゃわっちゃ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 ってしばらくかわいい10秒ぐらいわちゃわちゃしてるから、うんうんうん、そうスンってなる人も見事な切り替えだみたいなすごいみたいな面白いみたいな尊敬の念でね、そうそうそう見ちゃうことはあるかな。うーん、うん、いいみんなのシャイですねねー、うん、あーということで今日はもうあっという間だね、うん、ここまでです。以上みんなのシャイでした。シャイラジオ、恥ずかしいけどパーソナリティ頑張ります。シャイインフォメーション、ここではシャイの最新情報をお伝えします、うん、まずは放送情報です。テレビアニメシャイ第2期東京奪還編は毎週月曜24時からテレビ東京系6局ネット他にて放送中です。また毎週火曜正午から各配信サイトでも順次配信中です。いよいよ来週が最終回ということなんですけれども、いかがですか、なおさん。いやーなんか、うん、すごく壮大な物語をまたこう東京奪還編では描いていたので、うんうん、なんかどういう風に収束するのか、うんうん、っていうところが本当にここまで見てくださってありがとうって気持ちもあるし、うんうん、ぜひね最後の最後まで見てもらいたいなっていう気持ちですね。うん、どうですか。そうですね、まあ、奈緒さんも本当言った通りなんですけど、うん、やっぱそのお話的には昨日放送の23話で、うん、その東京を奪還したわけなので、うん、あと1話分何が起こるのかっていうところで、うん、結構こういろんなことが起こるかなとは思っていて、うん、やっぱ2期、まあ、1期からもそうなんですけど2期の頭から出てきたあの人が出てきたりとか、うん、それによってこうシャイの成長がまたちょっと垣間見えたりとか、うんうんうん、っていうところもあったりするので、うんまあ、あとはテルとイコの、うん、まあ東京奪還したってことは、うん、帰ってくるってことはイコちゃんにテルちゃんは会えるのではないのか
というところとかね。だがしかし、ってなるかはちょっとわかんないので、皆さんぜひラストをね、はい、見届けていただければと思います。続いて楽曲情報です。昨日放送の第23話エンディングテーマ月かがり満月バージョンが、本日9月17日より各種配信サイトにて配信されております。 YouTube ではノークレジット映像も公開されておりますので、ぜひご覧ください。はい、また来週9月24日よりテレビアニメシャイ第2期東京奪還編オリジナルサウンドトラックが配信開始となります。東京奪還編の劇中 BGM のほか、各話のエンディングテーマ、そしてなんと第23話挿入歌シャイニーガールシャイカバーも収録されております。すごいね。東京奪還編ってやっぱりその曖昧姉妹がいたことによって、ちょっと和っぽい BGM もすごい多かったじゃないですか、確かに。あれがなんかおしゃれですごく綺麗で、それが聴けるのすごい楽しみだなと思いますね。ねえ、私なんかこの23話でかかってたあのクライマックスのあのちょっと三拍子っぽいなんか壮大な音楽が裏にかかってるんですけど、あれがすごく好きで、シャイの曲の中で一番好きかもみたいな。全部結構さ、あの盛り上げてくれるっていうかさ、なんか挑むぞっていうね、盛り上がる曲いっぱいあるけど、なんかすごい泣きそう、高まりすぎて泣きそうみたいになる曲が23話でかかってて、それもきっと入るのかなって思って楽しみだし、あとあのシャイニーガールのシャイカバー、おーい、え、おーい、現場のてるさん、どうですか？はい、現場のシャイです。こんなことやっていいのかこんなことやって許されるのかな。いやすごく緊張して、やっぱりまいちゃんのシャイニーガールが素晴らしいから、こうシャイがカバーしてどうなるんだろうと思いながら、本当にいろいろ試行錯誤して撮ったんですよ。まああの全ては皆さんに、お聞きした皆さんに委ねますけど、いやでもまずはこう一聞いた リスナーの身としては、なんかすごい良かったし、なんか一瞬あれこれはみたいな、あのすごい素敵すぎて普通に受け入れてしまっていたというか、で途中でえこれもしかしてシャイが歌ってるのみたいな感じになったし、このシャイニーガールをシャイが歌うっていうなんかまた意味合いが深くていいなって思った。だってやっぱシャイの気持ちをさ、まいちゃんは歌ってくれてたわけじゃない、それをさ、なんかまたシャイ本人が歌ってる、しかもちょっとまた一回り大きくなったシャイが歌ってるっていうところで、なんかちょっと泣きそうになってきちゃったんだけど、なんかすごいいい企画だなって思って、しかもそれをちゃんとしのちゃんもさ、魂込めてさ、素敵に持ち前のね歌唱力も相まって歌ってるっていうので、もう本当に最高な挿入歌だったと思う。でもさっきなんかさ、しのちゃんが改めてまいちゃんのこう凄さも歌ってみて分かったみたいなのね、レコーディングして感じたっていうその思いも聞いてみたい。あ、本当ですか？あのその歌詞のふわりとかを改めて確認したりするときに、こうレコーディングの最中にちょっと聞いてみましょうって言って、まいちゃんバージョンのシャイニーガールもこうヘッドホンの音で聞きながらちょっとみんなで確認したりとかしてたんですけど、そのまいちゃん そのボーカルだけこう返ってきたりとか耳にしてたんですけど、まいちゃんの声がすごくて、なんかうまく日本語で形容できないんですけど、なんかこう本当にまいちゃんの歌声が声なんだけどビリビリしてたりとかするんですよ、音が、声がなんか、それがやっぱりそのなんていうんだろうな、まいちゃんにしか歌えない、まいちゃんが歌うとまいちゃんにしか歌えない歌になるんだなって改めて思って、声がなんていうんだろうな、特殊、なんか初めて聞きました。なんか人間の声じゃなくて、なんかもっと楽器とかみたいな、なんか
なんか人間の声でこういう音って出せるんだみたいな成分がいろいろ含まれてるなって感じがして、なんか改めてまいちゃんの凄さも感じたなっていう時間でしたね。なんか唯一無二のアーティストさんなのかなっていう感じだよね。あのそれはすごいわかる。その歌声に込められているその成分的なものもそうだし、なんかちょっとしたニュアンスとかも、なんかやっぱ聞いてるとすんなり受け取っちゃうけど、なんかここのメロディーにそういうニュアンスをなんかこう思いついて入れるんだみたいなところがやっぱり舞ちゃんの持ってるなんだろう感性っていうものと声質が相まってなんか生み出されているんじゃないかなみたいなのはすごくなんかね伝わるものがあります、やっぱ歌った身だからそれをよりね強く感じたんだろうね。だから同じ曲をさ、舞ちゃんバージョンとシャイバージョンがあるから、両方すごい素敵な個性が込められていると思うから、宝物がね、また一つこうシャイ、なんだろう、シャイラバーシャイのこと好きな人なんて言えばいいのシャイファン、なんだろう、シャイファンの、なんか身としては宝物が増えたなっていう気持ちですよ。あ、嬉しいこのシャイバージョンはこのサントラにしか入ってないっていうことなんですかね、はい、なのでぜひ皆さん、サントラゲットしてたくさん聴いてくださいね。お願いします。続きまして配信情報です。東京奪還編クライマックスを記念して大迫力のバトルシーンをまとめたテレビアニメシャイ東京奪還編クライマックス PV が YouTube にて公開されております。こちらを見て最終回に向けて復習してくださいね。各情報の詳細は公式ホームページをご確認ください。以上シャインインフォメーションでした。シャイラジオ、恥ずかしいけどパーソナリティ頑張ります。来ました、シャイラジ、あっという間にエンディングです。番組では皆さんからのメールをお待ちしております。アドレスはshy-anime@onsen.ag、 シャイのスペルは SHY です。また番組の配信ページにある投稿フォームから送ることもできますのでよろしくお願いします。おーい、さて第24回でしたが、もうね、最終回に近づいてきているっていうことで、シャイラジも次回が、最終回です。リアクションが一緒。いや本当に我々さ、ナイスコンビネーションじゃない？そうだよ、ね、我こそは我らこそねえ、なんだかんだね、そのラジオもちょっとこう2期と1期の間ちょっと空いたりしてましたけど、その間にちょっとねアニメのアフレコもあったりもしたし、なんだかんだこうずっと続いてきた感ありますよ ね。24回とかっていうよりもと時間がずっと続いてるっていう、そう、我らとしてはずっと地続きで社員に関わり続けてきていたので、めちゃくちゃナイスコンビネーションになれたなってって思うし、なんか最終回だけどなんかもうなんだろう、一種のゴールみたいなね感じで華々しく、そうですね、楽しく、ほんでお便りのコーナーもねちゃんと当てて、そうだよなあ、そう、多分次回は、あのコーナーの順番的には、恥ずかしがり屋のお便りはやらないかもしれないけど、やろ、なんかもう当たるまでやる当たるまでやろう当たるまで帰れまてんやろ、そうしよう、それだよ本当にね、そう、そんな終われないよ、そうだって、
じゃあ当たんなかったの？最終回も当たんなかったって言って、うん、やっぱ帰るのちょっと辛すぎるからじゃあ、ま、もしくは、うん、あ当たるまで番組終われまけんみたいな感じで、あいいですねいいですね、最終回ネオ最終回みたいな、うんうんうん、もしかしたら当たった頃には3期始まってるかもしれない相当当たらないそうだよ、うん、それにしましょう。そうしましょう、うん、楽しそう、うん、皆さんも、はい、ね、ぜひぜひ次回こう皆さんも後悔がないようにメール送ってきてほしいなと思いますので、ね、ぜひぜひアニメの感想だったりとか、うん、いろいろ送ってきてくれたら嬉しいです。はい、お願いします。はい、ということでこの辺でお別れです。改めましてシャイラジは次回が最終回となります。アニメともども最後までよろしくお願いいたします。お願いします。そして温泉プレミアムサポーター特典のおまけもございますのでぜひ聞いてください、うん。ここまでのお相手はシャイ、もみじ山てる役の下地しのと、小石川いこ役の遠山奈緒でした。またね。この番組はテレビアニメシャイ制作委員会の提供でお送りしました。